ははいそれではですね今回の動画では Windows10 でパスワードの入力を省いてパソコンを起動させる方法というのを、ね、やってみたいというふうに思います。 でででこの windows 10ではですね、まあ、パソコンを起動するときに標準の状態だとパスワードの入力というのがまあ必須になっているんですけども、まあ、以前の Windows7 ですねまあ、以前を使ってた方にとってはですねまあ、毎回このパソコンを起動するたびにこのパスワードを入力するというのがちょっと煩わしく感じている方もね、まあ、いるんじゃないかなという,ふうに思うんですけども、まあ、このパソコンの方がもう自分しか使わないというものであればですねまあ、毎回、毎回このパスワードを入力するというのも面倒なので、まあ、一応 Windows10 でもですねその自分 自分で設定することによって、このパスワードの入力というのを省略することができますので、まあ、今回の動画ではですねそのやり方というのをやってみたいというふうに思います。じゃそれではですねまず、左下にあるこの Windows キーというやつですね、Windows キーを押したまま、アルファベットの R を押します。はい、そうすると、こういった形でこのファイル名を指定して実行という、ね、ウィンドウが開くと思いますので、この名前のところにですね、まずアルファベットで、まあ、コントロールですね、C、 O N、で、trol と、はい。で、次にスペースを入れてもらって、まずユーザーパスワードと入れます。ユーザーですね。user,pass,word,s、e、で2と入れます、はい。こちらで OK ですね。 はい、そうするとこのユーザーアカウントというウィンドウが開きまして、この上のところにです、ね、ユーザーがこのコンピューターを使うにはユーザー名とパスワードの入力が必要というところに、まあ、標準だとこれがチェックが入っていると思いますのでこのパスワードの入力を省きたい場合はこのチェックを取ります。これで、OK、ですね、はい、でここでパスワードをねあの自分があの最初に入力したパスワードが1回求められますのでここで自分のパスワードを入れます。でもう1回確認ですね これで、OK、をします、はい、そうすると次回からですねあのパソコンを起動したときに入力をパスワードの入力をすることなく、まあ、自動的にパソコンが起動するという形になるということですね。はいまあ、こういった形でですねちょっと毎回、毎回この、ね、パスワードの入力するの Windows でめん面倒くさいなというようよな思っている方はですね、まあ、この動画を見ていただいて、まあ、こういった設定をしてもらえるとあのパスワードの入力を省略することができますのでね、まあ、ぜひやっていただけるといいかなという,ふうに思います。 それではね今回の動画は以上になります。ありがとうございました。